ートしました。ピッチャーの前、キャッチャーは三塁に送球します。キャッチャー動きやな。送りバント決まらず、ちょっと打球が弱かったか。私も心がけたいと思います。アルカンタラ打った打球はファーストゴロ。まっちゃん動けえな。この回クリーわずか8球、うん、捉えた打球、セカンド菊池見事な動き。ちょっとこれ本当ガオラの中継車何回もスローで流しなさい。反射神経という神経は人間にはないんですけども、はい、反射してますよね、その出来事に対して。でこの後の身のこなし、まあ、まさに赤い忍者。あ、捉えた当たり。さあどうだ、セカンドの菊池ボールを取って一塁アウト。これが世界級のプレーヤーか。これか、セカンドの菊池。ゴールデングラブってこういうことですか。すごいな。プロの中のプロ、素晴らしいプレーでした。7回を終了しています。入ればさよなら。9回の裏、バットが折れた、打球が死んだ、ショート、うわー、アウトになりました。これ新庄監督リクエスト、リクエストでこれどないなるか分かりませんよ。これ分かりませんよ。ショート矢野の好プレーやな。そしてファーストも、おお、これファースト判定はアウト、スリーアウト、試合終了。セカンドゴロ、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレーです。小深田いい当たりでしたけども、セカンド正面でした。厚み出ましたけれども、小深田ダブルプレー、ランナーなくなりました。これもやっぱり動いてました、はい、ここもインコース来てピッチャーを抑えました。浅村ピッチャーゴロで3アウトになりました。まっすぐ弾き返した。ちょっとこれレフト弾いて、浅村3塁に向かいます。アウトだ。1点返して3塁アウト。足入ってるように見えますけれどもね。判定通りです。タッチアウトです。しているんで、はいはい、さあレフト左中間、大きい当たりはレフトセンター、どっちだ、センター追いついた、岡林が使いました。打った瞬間の今感じは、あるいはというふうな感じで言ってきましたけども、ちょっと差し込まれてますか。岡林が追いついていました。センターフライです。ツーアウトです。ランナースタート、ピッチャーの頭上、二塁送る、二塁アウト、一塁転送、ダブルプレー。藤岡粘りましたがダブルプレーに倒れました。ツーアウトランナーなくなりました。いやー、リトさん、ショートワンバウンドで取ります。長岡ツーアウト。スワローズのショート長岡、スイングを見せてきています。合わせた、レフトの前、ランナーは三塁を回ったバックホーム、どうだ、アウト、ホームはタッチアウト。レフトの浜田、
藤岡もうまく合わせたバッティング、打球はレフトの前、ご覧いただきましょう。レフトの浜田の前、昨日は DH、 今日はキャッチャーで1、2塁間、ピッチャーベースカバーに入ってキャンバスを踏む、中田が飛び出してボールを取って1塁送球、ワンアウト。逆方向、サードライナー、今はフェアでした。一塁はアウト。岡本のライプレー。いやー、今岡本選手、いや、よく止めました。すごかったけど、ね、いやー、あと中田選手のやっぱり今あのショートバウンドね、はい、よく食い上げましたね。ここもしっかり捉えたんですが、いや本当ね、もう打った瞬間ヒットやと思ったんですけど ね、ここ一旦ライナーボールこぼれるんです、はい、ただその後ここからボール拾って、この送球でその後のショートバウンド、中田翔がうまくすくい上げました。いやこれはね、中田選手褒めるべきですね。中田選手のこの打球はライトに前突っ込んで丸が取った。当たりは痛烈だったんですが、ライトライナー。今日はことごとくこのいい当たりが正面を突きます。三遊間一塁送球、スリーアウト。まっすぐだ。